ピエール・ア・モイ・アルは、ユダヤ系フランス人のバイオリニスト。フランク、サン・サーンス、フォーレ等のフランス音楽や、ベルクとシェーン・ベルクの競争曲の演奏で、高い評価を得ている。1961年、12歳の時に、パリ音楽院を一等賞を獲得して卒業。その後ロサンゼルスに渡り、5年間、ヤッシャハイフェッツの下で学ぶ。すでに、 パリ音楽院で一等賞を取ったほどの技量があったにもかかわらず、最初の一年間は音階練習しかさせてもらえなかったというほど、ハイフェッツの下で徹底的に基礎技術から磨きをかけた。ハイフェッツが弟子の中でその才能と技量に全幅の信頼を置いた唯一の弟子であり、室内学のコンサートやレコーディングで共演も行った。アモイアルが独り立ちして、 ハイフェッツの元を離れるとき、ハイフェッツは、ギュスターブ・ビオームの名機を自ら購入して、アモイヤルに送った。アモイヤルの技巧の特徴は、ハイフェッツ譲りの腰の強い微音と、速いパッセージを単成に演奏する正確さに加え、フランコベルギー派の流れを受け継ぐ、幅広いビブラートが挙げられる。独特の音の伸びや音色の多彩さを利用した、テンポルバートも、個性的なものである。 22歳の時に、彼は、ゲオルク・ショルティ式パリ管弦楽団のソリストとしての、オーディションに合格、ヨーロッパデビューを飾り、以後、ヨーロッパ、アメリカ合衆国、カナダ、メキシコ、南アメリカ、極東の主要都市でコンサートを行った。特に、シェーンベルク、ベルク、デュティユーの競争曲の演奏で名を高めた。これまでに共演した指揮者は、ヘルベルト・フォン・カラヤン、 小沢わせピエール・ブーレイズ、ロリン・マゼール、ゲオルク・ショルティ、ジョルジュ・プレートル、クルト・ザンデルリング、ゲンナジー、ロジェ・ストベンスキー、サイモン・ラトル、チョン・ミヨンフン、それに、シャルル・デュト・アラ多数に上る。また、室内楽では、パスカル・ロジェ、ミシェル・ベロフ、アレクシス・ワイセンベルク、マルト・アルゲリッチらと共演している。ハイフェッツの元を離れるときに、カラヤンとは、 絶対に共演しないという約束をしていたが、からやん式するベルリンフィルハーモニー管弦楽団との共演は、本人も予想しなかったほどの成功を収め、ハイフェッツに知られてしまう。それ以後、ハイフェッツが死ぬまで二度と口を聞いてもらえなかったという。名優であるピアニストのパスカルロジェとの出会いは、まだ二人が若い頃、大西洋を横断する豪華客船でコンサートを行った時である。 当初、ロジェの名前しか知らなかったアモイアルは、ピアニストをダリア・ホバラに変えてほしいと言った。それが、ロジェ自身の耳に入り、ロジェは、アモイアルに直接電話をかけて、自分の尊敬するハイフェッツの一番弟子とぜひとも、共演したいと掛け合ったという。二人は、その後、数十年間にわたって、室内学でのパートナーとなり、また、パリ音楽院での同僚となった。 ロジェの結婚祝いにデッカが企画したブラームスのバイオリン・ソナタ全集の録音も二人の共演によるものである。また、ロジェのほか、ミシェル・ベロフトも仲が良い。バイオリニストではオーギュスタン・デュメイと仲が良く互いに代役を頼み合う間柄である。教育活動においては28歳の時に史上最年少でパリ音楽院の教授に就任し、 長年務めたが、現在では、ローザンヌ音楽院の教授であると同時に、下記ローザンヌ音楽アカデミーにおいて、バイオリンとピアノのレパートリーに特化したマスタークラスを開いている。ローザンヌ音楽院の学生とともにカメラータで、ローザンヌを結成し、すでに録音も行った。日本には、群馬県草津温泉で夏に開催される。 草津柿国際音楽アカデミーフェスティバルで2002年と2003年に教授を務めた。またこれまでにベルギーのエリザベート王妃国際音楽コンクールをはじめ著名なコンクールの審査員を務めている。アモイアルはアントニオ・ストラデバルが1717 17年に作ったコハンスキーと呼ばれるバイオリンを使用していることで知られている。これはポーランド出身のバイオリニスト パウル・コハンスキーが使用していた楽器である。この楽器は1987年にイタリアで盗難にあったが、その後1991年にアモイアルの手に戻った。その間、アモイアルは、先輩でもあり、友人でもあった、クリスチャン・フェラスが、かつて使用していたストラディバリウス、ミラノーロを購入して使用していたが、コハンスキーを奪還した後、ミラノーロを売却している。弓は、 デッカートが19世紀前半にトゥルトのスタイルで制作したメイユミを使用している。初期はエラートレーベルに多くの録音を残しており、その後、コハンスキーの盗難で一時期録音を休止していたが、前日のロジェとのブラームスの録音以降、友人のロジェやデュトワとの共演でデッカにいくつかの録音を残した。また、ハルモニア・ムンディから、 ピアニストのフレデリック中と組んでいくつかのディスクを録音している。EMI などその他のレーベルにも録音がある。最新の録音はカメラアタでローザンヌとの録音であり、カメラアタ東京からリリースされた。2004年にフランスの出版社ロベール・ラフォンからポア・ラムール・ディ・ウン・ストラディバリウスを刊行した。これは死のハイフェッツとの思い出や、 楽器の話などを綴った一斉集である。祖父はパリでも有名なパティシエであり、フランソワミッテランがひいきにしていたという。なお、日本語ではピエール・ア・モア・ヤルと表記されることもある。ありがとうございます。